おはようございます。清澄君四郎さんの朝は早い。まっちゃんに会うため毎朝歩く。まっちゃんこと中村松也さん。二人の少年兵は太平洋で死線をさまよった。終戦翌年の春、長崎県五島列島沖に日本の潜水艦が集められた。潜水艦はアメリカ軍によって次々と爆破処分され、海底に沈められた。その中にI-58 と大きく書かれた潜水艦があった。船に乗り込んだアメリカの軍人が、甲板に備え付けられたある部分に注目していた。これ、書いてるのは台ですわ、これ。あ、この上に書いてが載ってるんです。人間魚雷、回転。魚雷を人間が操縦し、敵艦に突っ込む。その人たちが出ていく瞬間の言葉は、私が聞いてるんです。回転の言葉と、その時もあるよ。どういう気持ちに乗って行かれたんかなと思ってね、今になって思うんですよ。その時にはもう当たり前じゃと思うとけね。鉄の棺桶と呼ばれた回転、回転を乗せた潜水艦もまた、もう最初から命はもうないもんや。100人の棺桶に乗ってるんやから、あ、そうだよ、もう100人が100人、毎日一緒やもん。山口県周南市の沖合10キロに浮かぶ大津島。かつて島への立ち入りが厳しく制限された時代があった。長く続く薄暗いトンネル。トンネルを抜けるとむき出しのコンクリートの建物が見える。太平洋戦争末期、ここで回転の訓練が行われていた。人間が魚雷を操縦すれば百発百中という発想で生まれた回転。出撃すれば生きては帰れぬ特攻兵器だ。1944年11月、回転作戦が始まる。回転を乗せた潜水艦が次々と大津島から戦地へと向かった。終戦までに回転搭乗員や整備員など145人、潜水艦乗組員811人が戦死した。毎年春、中村さんと清澄さんは大津島を訪れる。ああ、
どうぞ。話しますね。はい。話します。先歩いて行きます。先行くで。あ、こういう。先行くで、足は。どうも。大野さん。清水さん歩いて行きます。はい。じゃあ一緒に行きましょう。清水さんどうもなんですか。どうもなんですか、歩いて。これ大丈夫だよ。まあ、毎朝10キロ歩いて。本当よ。健康のために。元気ですよね。まっちゃんや、まあ、弱っとるけな、体が。ああはあはあ、な、去年だいぶ弱っとるでしょ。なんかさ、どちらかもなくなったらもう、僕らは陽子になると言うんだけど。慰霊碑がある高台まで、港から歩いて10分。急勾配の坂道が続く。中村さんと清澄さんは回転を乗せた潜水艦の乗組員だった。二人が乗り込んだ E-58 潜水艦は9機の回転を出撃させた。潜水艦の方には大きな被害はなく、乗組員100人は全員無事に帰還した。戦後、元乗組員たちは E-58 戦会という戦友会を作り、交流を続けてきた。活動の中心にいたのが中村さんだ。しかし高齢化で継続が困難となり、およそ20年前に活動を停止した。その後、中村さんが戦友たちに声をかけ、大洲島で慰霊祭を開くようになった。神職は中村さんの京都の友人たちだ。皆ボランティアで駆けつけた。慰霊祭を始めた頃は20人ほどの元潜水艦乗組員が集まっていたが、次第に減っていき、6年前からは2人だけになった。中村さんの方が清澄さんより3つ年上だが、まっちゃん、きよちゃんでずっと呼び合ってきた。今日は強いなしやな、強いかい。俺は買うの。もうちょっと耳が遠なるんだ。俺も遠い。それともちょっと目がかすむんで、ね、あとはもう悪いところはない。目は前から悪かったな。これでもこれだけ食べようぞ。え？これだけ食べようぞ。ああそうか。だけど、うん、俺と京ちゃんだけはこれほんまに離れられへんな。そうよ、だけどな、学校入ってからずっとだよ。不思議やな。うん、またこれも同じですの。あ、そうや。なあ、なあ。中村さんと清澄さんは海軍潜水学校柳井分校の同期生だった。卒業後、二人はすぐに E-58 潜水艦に乗り込んだ。清澄さんは士官のそばで雑用をこなす重兵だった。回転搭乗員にも仕えた。ただ回転の人は一人で亡くなるな。僕らは例えば、まあ、爆雷で
浸水したとかなったらもうみんながもうそのままやな。だから死ぬのはもう同じやと思っておけ、あんまり特別な感じはなかったな。回転搭乗員が出て行った分雑用が減る。当時17歳の清澄さんにとって回転の記憶はそれだけだ。僕らはただも船の中でおるだけでしょ。だからな、回転の出撃の時なんかもまっちゃんらは詳しいわいな。中村さんは艦長好きの重兵だった。艦長の指示を回転に伝える重要な仕事を任されていた。よう考えると、あ、一人の人の最後の言葉やしね。死ぬの分かってるんやから、最後のことは私が聞いて艦長に伝えたんや思って、本当にそれを思ったらね、せめてここへ1年に1回でも足を運ばないかんなっていうのがはっと思いが出ますねんか。例えば駆逐艦ぐらいだと3メートルぐらい、魚雷深度3とかね、そういう号令があります。これですか、これは私が書いて、まあ私が乗ってた5時発から出て行った人やから、まあ一緒にここへこう置いてあげて、ちょっとこう おみけでもねあげたらいいかな思って、ちょっとでも忘れんとこ、忘れんようにせないかん思って、また誰かが見たら思い出してくれるかな思ってね。回転の内部には潜水艦から電話線が引かれていた。搭乗員は受話器を握り、艦長からの指示を待った。聞こえてきたのは中村さんの声だった。艦長が全てを計算していうことを一つ一つこう報告する。回転に向けてまず距離、方角距離を教えやる。そしてしばらくして良いとこが来るまでずっと見やってて、イエスここっていうところでもう一度距離とそれから位置と言うてやると向こうから復唱してくる。1945年7月18日、伊58潜水艦は6人の回転搭乗員を乗せ基地を出発した。向かった先はフィリピン東海域。7月28日、敵艦を発見。艦長の指示を中村さんが回転に伝えた。発進よい、発進よいって言うと発進よいよして。回転で指示を受けていた小森和幸さん。艦長が発進、発進って向かって復唱してくる。その発進の後でよーいってとなるとパッと出ていくんだけど、そのよーいの時に言うての艦長は最後に言うことないかって、で最後に言うことないかって言うてやると、向こうから長らくお世話になりましたって、でそれを艦長に伝える。私と艦長はやてーって言ったらもう自分でポーって出る。それもうずーっと艦長はその敵の方ばっかり見れて、あらーやりゃー煙上げて走りよった、逃がしたらあかんぞって言ってつぶやいたからね。とにかくね、ありがとうございました、長らくお世話になりました
ていうのが一番、ま、ほとんどの人やったけど、あの晩さん、晩中尉さんだけは天皇陛下万歳、皇族の者をよろしく頼みますって言われた。晩秀次さんは E58 に乗り込んだ回転搭乗員の隊長だった。そこと一言間違いのないようにきちっと相手に伝えてやる。相手から帰ってきたことをきちっと間違いを言われてる。で、艦長がこうせやせって言ってる時に、でもやっぱりこう語気を強めておっしゃると、私も語気を強めて言う、艦長の気持ちも伝えないかんっていうのは私にはあったんで、ただ、棒読みに公正当てっていうのではなしに、7月29日深夜、 E58 は闇夜に巨大な艦影を発見した。ゆっくりと敵艦に接近し、通常の魚雷6発を発射。このうち3発が命中し、船が沈み始めた。すると回転の中で出番を待っていた2人の搭乗員から中村さんに電話が入った。回転の人が、まだ沈みませんか、私にとどめを刺させてくださいって言ってきたもんね。また艦長はいかんでもよい、もう今に沈まう。それ全部中村さんが、はい、言うてあげるんですよ、うん、外黙ってしまうんだけどね。結局回転を使わないまま敵艦は沈没した。沈没したのはアメリカの重巡洋艦インディアナポリス。およそ900人が死亡した。インディアナポリスはこの4日前、原子爆弾の重要部品をアメリカ本土からテニアン島に運び終えたばかりだった。じゃあ原爆は完成せないかもしれないね。それは思いますが、後のことで、その時は原爆のテニアン島に降ろしての帰りとか、その全然わかりませんよ。アメリカの怒りは凄まじかった。広島に投下された原爆の横っ腹にはインディアナポリス乗組員の霊に捧げると書かれていたという。E58 への激しい報復攻撃が続いた。やればやられる、殺し合いの海をさまよった。E58 最後の戦闘で、5人の回転搭乗員が出撃。最後の言葉を中村さんが聞いた。ふっと思ったことあるんですよ。中井さん、8月の10日があの人の出撃した日なので、そこで電話したことあるんですよ。そしたらそこの方が、はい、ああそうですねとだけで、何も聞き直してこなんだし、あ、そうか、これは変に思われてもいかんし、もう一切そういうことは、向こうから何か言うてきたらお答えしてあげよう、それまでは俺から何も言わんとこっていうことに決めたんですよ。はい。E58 から出撃した回転搭乗員をよく知る人がいた。あ、これですか。はい、これ私、ね、中川昌司さんも回転搭乗員だった。これも私。部隊で最年少の
17歳だった。同じ部隊にはE-58の回転搭乗員もいた。小森和之、小森はね、よう喋った、話したりしてましたね。これはだからコロナ禍で彼ぐらいやろうな、一番近かったん。だからなんか先越されたいような感じがあったん違うかな。だからもうその頃には私はもう出撃できるほど訓練終わってましたからね、うん。中川さんも回転での出撃が決まっていた。しかし乗り込む潜水艦が空襲を受け、出撃は中止された。なんで死ねなかったかなという、それだけは未だに残ってます。残機の念中かな、うん。あんなつまらん空襲がなかったら絶対 500% 死んどったのにね。戦後中川さんは同じ部隊にいた回転搭乗員の慰霊や去就の調査を行ってきた。亡くなった、あ、これ、あ、ここに載ってますわ。白木一郎、これ昭和24年月日不詳としてますね。これ井の58歳ね、唯一の生還者ね。白木一郎さんは回転が故障したため出撃できず生還した。戦後戦友に送られてきた手紙には、生き残って申し訳ない必ず書かれていたという。やがて音信不通となり、終戦から4年後に死去。詳細は分かっていない。しかしあの当時本当によう、そんなつもあの気持ちで何の気持ちもなしによう折ったやなと思うぐらいですな。うん、どうやったんかなと自分自身で聞いても答えないんですよね、うん。だからやっぱり世の中の流れに乗っ取っただけ、流れに乗っ取ったいうより流されただけかな。乗っ取るいうほど意識がないんですね。流されたんでしょうね。こういう E-58 旋回の会があるということは去年あたりがやっと知りまして、是が非でもということで参加させてもらいました。まぜんまつる先の帝国海軍医第58号潜水艦より回転特別攻撃隊として昭和の宮和とあまりここと接し発は急かに、本当にあの心のこもるいい射電でした。兄も本当にこういう宝が喜んでると思います。よくやったなと、あっぱれやったなと言うて褒めてやりたいと思います。映画の方から見ると、小森さんは兄の最後を中村さんたちに確かめに来た。6年の中でも苦しんで、それでも命中したからよかったなと、そういうふうに思ってるんです。だから
あの難民問題の戦争だけは してほしくないし、やっぱこういうただね、はっきり言うけど58銭から出て行って、うん、アメリカの大型のタンカーにぶち当たった と思います、うん、そうですね、それその、そうそう、はっきりと、うん、うちの艦長もそれは見極めてないですわ、うん、というのはスコールが来たり、そうそう、闇夜で 見にくかったり、ただ爆発音がした、うん、あ水煙上がったっていうのは分かる、水柱が上がったし、うん、あ当たったなと思う、そうそう、超音の方もこの方向から爆発音がしましたって言って連絡を、うん、当たったやなっていうだけ、はっきりと目で見て確かめたことはありません、うん、はい、さあ闇よりね、5000メートルも離れてたらね、うん、分かりませんわ。大津島に残されていた回転の戦火の記録では、敵艦45隻を撃沈したとされている。しかし、アメリカ側の記録と照合して確認できているのは、撃沈3隻、損傷4隻のみ。小森さんの回転はアメリカの艦船を沈めたとされているが、正確なことは分かっていない。こうしてあの戦後70年経ってもこうしてはっきり言うてもらえることは非常に私兄弟として名字として本当にありがとうございます。帰って生きておられた人は帰ってつらいんじゃないかと私はそう解釈します。本当にこうしてはっきりとこうやって言われていただいた、まあ、ご解釈はいろんな角度でご解釈してもらったら結構ですけど、しかし私は尋ねられた方で私の知ってることしか答えられませんのでね、うん、日本海軍の記録映像には当時の潜水艦の実情を表す場面がある。潜水艦の声明は隠密に行動すること、まず敵より先に敵を発見することが必要である。したがってやはりこそは我々の声明であるから厳重に見張りせよ。乗組員たちは双眼鏡で見張りを行っている。日本の潜水艦にレーダーが装備され始めたのは戦争末期の1945年になってから。一方アメリカ軍は開戦の翌年にはレーダーを使い始めていた。E-58 の橋本持津良元艦長は手記の中でレーダーの重要性を訴えている。勝敗の鍵は電探、つまりレーダーにあり、100の潜水艦を作るより1つの電探を作れ。あの戦争をこう総括した。今時戦争は科学を軽視した戦いであった。その科学軽視の犠牲の象徴が潜水艦である。特攻隊とは科学が発達していなかったから人間が兵器の代わりになったものなのだ。まあ悪く言えばいい人事みたいなもんだよな。ね、今考えたらよ。20日余り9日、日の第58号は源平の合戦の那須与一が放つ矢のごとく。
初来数録感謝の気持ちで僕はもうだけ異例というよりは感謝のね、あの人たちを思い出すために私はありがとうございましたというだけのことでね、もうあの人たちのおかげで生きてられるんやからありがたいことですよ。中村さんは翌2020年初めて慰霊祭を欠席した。これが最後の大津島への慰霊となった。なんて言うていいかな、言うに言われんな、なんとも言えん。まあ本当悲しいというか残念なというか、まあ一緒に死ぬとかいうことはね、ほやまあかなわんことじゃけどね、清澄さんは身内に迷惑をかけまいと生前葬も済ませている。死を恐れなかった元少年兵、しかし現実の死は重かった。十人兄弟母校って全部亡くなったけど、誰が悲しい言うたってね、まっちゃんほど悲しいことはなかったな。いや実際は本当ね、もし亡くなっとったらまっちゃんと明治氏同じやけんね、ね、だからね、それはもう他人に言ったって分からんけど、とんとねつながってないけどね、まっちゃんが亡くなったのほんと寂しいよ。中村さんが亡くなって初めて迎えた春、清澄さんはまたあの坂を登った。新型コロナウイルス感染拡大のため慰霊祭は中止となったが、やむにやまれず一人で大津島を訪れた。永明県から海底の方が2人亡くなったんですが、出撃して亡くなったんじゃないんですよ。潜水艦全部で一緒にもう亡くなったんだけどね。だからそれを考えたらね、本当それはもうまっちゃんが死んどけ死やれて言うとるが本当ですよ。海底を乗せた潜水艦16隻のうち8隻が回転もろとも撃沈された。慰霊碑には回転と共に散った潜水艦の名前が刻まれている。清澄さんは中村さんとある約束をしていた。二人のうちどちらかが亡くなったら慰霊祭は終わりにしよう。残された者の負担を気遣ってのことだった。だから一応もう今年で58選会としてはまっちゃんが亡くなったので、まあいいか、まあ僕が亡くなった場合は分からんですよ、まっちゃんはするかもしれんけど、僕としてはもう一応打ち切りたいと思って。
新型コロナの感染がようやく落ち着きを見せた2021年秋、清澄さんは京都へ向かった。あ、これなんとか病院があったな、地図に。この上を見るばかりだな、どうも、地図で見たら。この辺かな。この辺か、都内のお寺かな。初めまして。娘の、あの娘です。美穂子、うん、あれはあの兄の嫁、私実の娘です。純子さん、はい、名前娘です。で、これは妹さん、はい、私の妹、で、で子供です。はじめまして、清澄と申します。いつもね、間違いはね、父からはよく聞いてました。いえいえ、ことね、はい、残念でたまらんのよ。 ありがとうございました。、ね、はい、まあ言ったけどコロナでね、はい、葬式も喜んし、はい、ほってあのお別れ会もね喜んだんだよ、はい、たまたま今日ね、はい、なんかちょっと機会があってお伺いしました、はいはい、いつも手紙をもらっ てお参りさせてください。ありがとうございます。もう喜ぶと思うんでよろしくお願いします。、はい、ここです。なーちゃん。どうせ早死なのに、一緒に見るとは。怖い場合だと思うなんだけど、お若いもよくなるのを変えてよ。お父さん来てくれはったよ。よかったな。うん、大丈夫です。はい。はい、まっちゃん、お控えとのお電話を受け取ってください。もうコロナでね、なかなか、うん。家族も会えなかったし、最後は寂しかったです。そうな、うん、もう亡くなってからの連絡でした、うん、はい。2019年秋、中村さんは靖国神社に参拝する機会があった。健康に不安を抱える中、家族の支援があって実現した参拝だった。ずっとそれまで何回も手術もしてはったし、もうこれが最後かなっていうのは私も感じながら一緒に行ったし、うん、思う存分楽しませてあげたいっていうのはまずあったし、念願の参拝が叶った後、中村さんは次第に体調を崩していった。自分は死ぬつもりで行ったけど生きて帰ってきちゃったっていうのはよく言ったはったし、それはずっと、うん、もう亡くなるまで、うん、そのなんか生きて帰ってきたことの、なんで生きて帰ってきたことがそんなに悪いんかなって私は分からなかったけど、自分はずっと死ぬまでそう思ってたんだと思います、うん、だから毎日ずっとこう自分で書いた色紙があるんですけど、うん、回転で行かはった人の、うん、それ見てずっと拝んだりとか、うんうんね、なんかあるたびに、うんうんうん、よく喋ってはったかな。で元気な時は、まあ、ハワイとか行った時なんかも、うん、あのなんていうのかな、かまぼこ板に釘を打って船の形にして、でろうそく灯して、うん、なんか海岸でそれを流すんですよね。でやっぱりあの辺で死んだとかね、みんなが亡くなっていったっていうことをよく言ってましたね。
って。よかったですね、お父さん。よかったな、おじさん。いや、これはあったな。なやで。本当に本当、よかった。一番会いたかったんですかな、そうそうそう、きっと。やっぱ慰霊祭かな。なずっと続けたかったから。そうやな。今年もどん来年かどうなるか分からんけどな、うん、はい、ありがとうございます。これから大変だと思う。それでもまあ頑張って来年もやります。これがまあまっちゃんへのご報告だとね、まあ、僕は生きてる間頑張って来年も行います。迎えた今年の慰霊祭の日、清澄さんは落ち着かない。大洲島へ渡る船が朝から運航を見合わせていた。中村さんの娘純子さんと孫の桃子さんが京都から駆けつけた。嬉しいわよな。よかった、まっちゃんが来てくれたよ。まっちゃんがなあ、やっぱり一回は行ってみたいなっていうのがずっとあったから、それがまあたまたま今年やった。実際に足を踏んでみて、こういうとこで父親がこんなことしてたんだっていうのを、まあ、噛み締めようかなと思って、で清澄さんとも会えるし、行ったことのないとこ、まあ、亡くなってから来るのもと思ったんだけど、亡くなったからこそ、まあ、父がやってたことを思い出すいいきっかけにと思って来ようと思って決断しました。また行きやってことで、そう、って思ってます。キョウちゃん乗ってください。大洲島に渡れなくなったため、急遽代わりの場所で慰霊祭を行うことになった。いや、それは空いてるのは大丈夫。岩田さんとこ、うん、あ、隣だもん。車で来たはず。して昭和の庭は知恵の御子と不動吉高町井の教えの御子と森
回転の方々、その時もあれをどういう気持ちで乗って行かれたんかなと思ってね、今になって思うんですよ。その時にはもう当たり前じゃと思うとけね、まあ精神異常になっとるかどうかしらんけど、なあだかな、もう異常じゃったんだろうと思うかな。その当時は死んでこの戦いで勝つんだ、日本のために、あの逆に続き来たって喜んでるんですから、それがわからないんです、なんで喜んだのか。今の世の中を批判するとかそういう気持ちって一切なかったですよ、ただ俺は命を捧げる、どこで捧げるのかなっていうだけ。戦争は人の心を変える。じゃあ今のさっきあのウクライナかな、あれはたまらないと思うよ。もうあれ収まりはつかんけどな、だから日本が巻き込まれない映画なと思ってな、ちょっと今のご心配してニュースはな、見るな見るよ、だけどあんまり考えんの、考えようと頭が変になる、たまらんと思うよ、考えない。もう本当な、あの女子供だからな、いや戦う本人はその割には何ともないのよ。僕らでももうあのなんやな、お国のためだと思って、ただもう一生懸命な戦うだけだというだけで、他のことは影なんだけどな。本当になんかこう正確に伝わっていき行きたい、戦争というものがねどういうものかっていうのをそのか飾らず形容詞とかをつけずに、もうなんか素直にやっぱり戦争っていうものを知って次の世代につないでいけたらと思うけど、それは本当になんかもう父が亡くなってから思うことで、もっとやっぱりこう元気な時に聞いときたかったな。私が聞いてきたことを言えって言われても難しいことはあるし、じいさんが残した写真とかを元にお話しすることはできるけど、まあ、やっぱりね、もうちょっと清澄さんに長生きしてもらって生の声をどんどん伝えていった方がいいんじゃないかなと。帰り一緒やったらな。ちょっと違うかな、買うことの、うん、もう買ってやる、まだ来年ね、来年会いましょうね、そうそう、島に案内してもらわないと近いけんない、あとこはでも行ったことないし、初めてです、来年連れて行ってください、はい。来年は大洲市まで。戦争が終わっても体験者は一生戦争を背負って生きる。それでも人間は未だに戦争をやめられずにいる。